練習してる。秋の花もみゆ。みどりちゃん。なんか邪魔したら悪いかな。雲は落ち指揮してる。ここにいようぜ。気が散るだろうな。歌いにくいだろうな。うわ、でも全然ブレない、全然ブレない。みどりちゃん、あ、ちょっと声が出てないよ最後の方。ちょっと息切れしてる。みどりちゃん、こんにちは。何を歌ってるの？古い歌だよ、合唱会の練習なんだ。オープニングで歌ってた歌だね。合唱会？うん、学校でクラス対抗なの、うん、8月31日にあるんだ。いい声だね。お、あ、ありがとう。あ、照れてる、かわいい。やるな、僕くん。不意打ちしてやったな、今な。ドキッとしたな。あ、みどりちゃん、ちょっと待って、もう一回話して。でも、声はいいけど、歌はまだちょっと下手くそだね。ほら、あ、怒った。ほら、ほら、言ってよ、悪いことがあんぞ、僕くん。嘘も方便って言うんですよ。すごい、3番までちゃんと歌ってる。これちゃんと本当にある冬景色っていう合唱曲みたいですね。ちゃんと歌ってる。これさ、多分またあれじゃないの、ちょこちょこさ練習見に来よう。なんか上手くなっていくんじゃないのこれ。なんか、あ、僕の夏1の時にあの笛、クラリネットだったっけ、笛のなんか練習してる子がいたの。その子もあのおじちゃん家にいたいとこのお姉ちゃんだったんだけど、それもねちょっとずつ上手になっていったのよ。だからなるかもしんないっすね。水鳥のふーふーふー、あ、歌ってる。いいね、こりゃいいや。頑張ってみどりちゃん。さあ、ちょっと待ってよ。そしたらどうしようかな。4時大丈夫だね。ちょっと車あれだな、ひろみちゃんトラック乗して。ん、また何かよっかい、トラック乗してや。よっしゃ、その方が早いから。じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。やった、嬉しい。いいおっちゃんだな、ひろみちゃん。俳句も教えてくれるし、乗っけてくれるし。ありがとうおじさん。ありがとう。なんもさ。なんもさ。あったかい気持ちになるわ、ほんとこれ。なんもさを聞くたびに、あったかい気持ちになるんだよ。よし。よし、来たぞ、この野郎、まして。あ、でも今日みどりちゃんいないからさ、カナブン使ってこないんじゃないの？ね。まあ、とりあえず虫相撲すんぞ。おめえら、来いや。やったんだよ、今日も。は、虫相撲やんのかい？やる。生贄って何？へへ、この間言ってた。まあ、闇してやるぜ。うん。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。あ、呼んできてくれんだ。あ、来たわ。来たよ。ひなたね。来たよ。ひなたも一緒に来たわ。練習いいのかい、もう。よーし、お前まさか。まず俺が相手だぜ。そうか、カナブンは強いで出たんだもんな。ノコギリクワガタ。よっしゃ、ボコボコにしやんぜ。昨日うっちゃりを見せてくれた。このお肉ワガタ。ノコギリにはお肉ワガタが強いって。言ってたからな。よし、行こう。うっちゃりがマジで決まるんだろうな、ノコギリ相手だと。バシバシ決まるってことだよね。よし、行け。19ミリのこのちっちゃい体でうっちゃり決めろ。おらー、はや、身のこなしやばくない？シュッつって、向こうの天敵はお肉はダメさ。次は私だよ。すごい身のこなし、完璧なタイミング。あ、これはいかない、これはいけない、これはいけないぞ。相性的には技を出しまくるココアが良さそうな気はしますけど、どうだろうか。ちょっとスタミナがあれなんで、もう本当に技で足払いを出しまくって倒すイメージで。それ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 、分かってる分かってる。払いまくる払いまくる。あと1回払えば勝てるかな。よいしょ、よし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 。あとはもうスタミナ勝ちでもいい。相手多分ダブル寄りしか持ってないから、オッケーオッケー。もうなんならもう出しちゃい出しちゃい出しちゃい。払い落とせ払い落とせ。おら強い。私の負け、技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だ。ちょっと待って、コクワ育てたら絶対強い。よし、どんどんいけ。いや、これもう全然10勝いけるでしょ、これ。ノコギリ棒を倒しまくって。よし、うっちゃり
うっちゃらの構え、うっちゃらの構え、用意。あ、ちょっと待って、普通負け、普通に負けた。あ、お願い、くるってやるやつやって、くるってやる、あの超強いやつ、くるってやるやつ、技レベル2のやつ見して。出るんじゃねえの、お前が出すなよ、もう。おい、技のレベルが上がった、おかしいよ。構えてます、はい、うっちゃりの構えしてますね。あ、外した、はい、うっちゃりの構えしてるな、うっちゃりの構えし、なんでじゃ、おらー、おっしゃ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 、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、マジでかい声出る虫相撲、はい、そのまま、はい、順当に、ねえ、卑怯でしょ、なんでよ。いや、お嬢しかないよな、これどうする。でも押し負けるかな、さすがに押し勝ってんじゃん、マジか、お嬢。ねえ、マジでガブリオリ、ガブリオリいっちゃう、ガブリオリ、ガブリオリいっちゃうよ、そこでガブリオって終わりですよ、こんなもんは。負けたよ、最強、お嬢が一番強い、うちの大将、大黒柱よ、発症してるからね、うっちゃりやんねえよな、まさか、何今の。お茶目なとこも見せていく、よし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 、やば、こんな大エースに育つと、はいはい、そのまましまいよ、オッケー、強すぎ、強すぎる、おっ、この虫も10勝だべさ、来たぜ、やった、名前つけられる、出たな。黒いとか見たことあるやつがいろいろ出てる、何すっかな、相変わらず6なのがねえよ、じゃがいもってなんだよ、意味がじゃがいもスイカってなんだよ、どっちだよ、負けわかんねえな、6なのがねえよ、ドサンコいいな、ドサンコ、ドサンコカッカザン、ちょっと相撲取りっぽいな、カッカザン、割とどうすっかな、ドサンコ専門家。なんか歴史、北海道のなんか歴史学者とかだよ、多分、ドサンコマグナム。ドサンコマグナム、キーンじゃねえよ、次は俺の番ね。ピキーンじゃねえよ、オラ見したれ、マグナム、ドサンコマグナム見したれ、オラ背中叩いてろうかな、背中、あ、叩きね、俺、いけいけいけ、北海道の厳しい自然の中で鍛えられたこの下半身、圧倒的な、圧倒的なこの下半身、かませ、いけ、おら、マグナム、これがマグナム、新技覚えた、新技覚えたぞ、おい、新しい技を覚えたんだ、一体何を覚えたんだ、土俵際まで、いてー、帰還、帰還のじゃ、そんなもん、見ろ、このスタミナ、走り込みをしてきた、ウーテーザンを、上から下まで、毎朝4時から往復3時間この下半身、いけいけいけ、押せ押せ押せ、おっしゃ、ほらマグナム、マグナム、ガブリオリじゃない、技の名前マグナム、まさに弾丸、まるでその姿、弾丸のようにグイグイと相手を土俵際まで押し込む、強すぎる、オラ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 、これだよマグナム、マグナム、いやー、僕持ってない、最高、ハヤトチェンジするべ、マジ強い、俺持ってないぜ、強すぎる、緑チェンジ、ごめん、持ってないんだわ、誰も持ってないみたいだ、もう弱いに敵はいない、もうここに敵はいない、これにしようっと、来い、おい、カナブン出してこい、この野郎、持ってないんだわ、あ、キングまだいないのか、しょ、来い、これで決まりさ、え、変わっちゃった。赤足だ、赤足は、お肉は、金鬼かなんかが 赤足に弱かったんだっけ、お肉はだったかな、これわかんないな、どうなんだろう、パワー、いやでもちょっとやってみるしかねえだろ、でもこれ15勝してるからめちゃくちゃパワー、あ、もうパワーが強い、でも赤足なんかの運ぶ技持ってんだよな、確かな、あれに気をつけないと、失敗したか、オッケーオッケー、大丈夫、うわー、なんかやってきた、怖えな、ガブリオリ、先手ガブリオリ取っていけ、マグナム、そこでガブリオリ、マグナム出せ、マグナム、マグナム出せ、マグナム出るんじゃねえぞ、いや怖い怖い怖い、なんかやりそうで怖いな、こいつ、あー、よしよしよし、めっちゃスタミナ成長した、強いで戦うからやっぱ、次は私だよ、おいや、おいおいおい、なめぷしてんじゃねえぞ、相手になんねえ、そんなんじゃ、カナブン出してこい、この野郎、今日絶対カナブン倒すからな、おい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 、あれ私の負け、気持ちいい、気持ちいい、次は僕の番だべさ、おいや、レイ君はな、ちょっとこいつ何。もう見たこともないもん、こんな虫、黒肩ビロオサムシ、
おさむしか。手塚おさむの名前の由来になった。いや、めっちゃスタミナあるな、おさむし。うわー、ちょっと怖いけど。でも17章で、17章だから、さすがにパワーは負け、うわ、こいつめっちゃパワーあるじゃん、おさむし。マジか。でもここで、ガブリ寄りの、射程圏内、ガブリ寄りの射程圏内入る。今、こっからもうガブリ寄り出したら勝てる。ガブリ寄り出したら勝てる。射程圏内入ってる。まずいっしょ。落とせる、落とせる。確定範囲、確定圏内入ってる。まずいっしょ。やめろ、変なことすんな、やめろ。何今の、何今のこいつ、陽気、まずいっしょ。すげえ陽気じゃん。踊っただけ、ただ楽しませてくれた。いっバカじゃねえのこいつ。なんだよこの石頭。踏ん張れ、こらえろ。ちょっとおちょくって回復してんなこいつ、多分回復して、うわ全回復した。まあ、関係ねえけど、ガブリオレ、ガブリオレ。あー、もう背中押せないよ、ここまで来たら。押し出せ、押し出せ。いや、何こいつ、ちょっと。ねえ、おかしい。土俵際の粘り、おかしいでしょ。サムシってしぶといね。いけいけいけ。あー、当たった。よしよし、勝てる勝てる勝てる。もう いや、ずる。いや、もうゲーム性崩壊してる。ゲームバランス崩壊してるって。せこすぎるだろ、今の。よしよしよし。おい、友達なくすぞ、レイ君。やめろ、その、ダンス。せこすぎるだろ。そんな高頻度で出されたら。いや、ちょっとおさむし強っ。おらー、この野郎、ひっくり返ればボケが。踊んねん、お前。踊る前に殺せ。踊る前にねえ、もう。あ、引き分けだって。引き分けた。おさむしってしぶといね。倒し方を工夫しねえとダメだ。いや、しぶてえわ。もう一回出す、もう一回出せる、もう一回出せる、もう一回、いけいけいけ。背中押せねえんだよな、これ。おっしゃ、勝った。よーし、負けたよ。よし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 。レベルがアップしたぜ。これは大金星。どんな技だべ。次は私だよ。これは大金星でしょ。苦しいか。いいよ、でも休憩してスタミナ溜めつつ。一回食らったら、まずいからな。オッケーオッケーオッケー。あと一発出せれば勝てんだけどな。苦しいか。出した、ナイス。負けちゃったし。ナイス。ナイスナイスナイス。いいぞ。ここは同士の戦い、熱いな。もうそれやめろよ。もうこいつ、ま、見損なったわ、レイ君。おさむしとか。ほんとな、優しいお兄ちゃんだと思ってたのに、カナブンより卑怯だろ、そいつ。こいつ、土俵際のネベル。やったね、どんな問題。ワンツーズスキー。僕の勝ちなんだわ。いや、これ倒せないよ。どうやって倒すの、こいつ。やったね、どんな問題。僕くん。虫ランクを弱いに切り替えて持ち駒を少し鍛えてきたのがいいべさ。お前こいつ手応えがなさすぎるんだわ。お前こんな反則しといてよくそんなことが言えるな。お前虫ランクどうこうじゃなくて、もう虫を変えろ、そのまま。そのままじゃ、こいつ二度。はあ、じゃ、したっけしたっけ、バイビー、バイビー。腹立つわ。なるほどな。わかったわ。また虫相撲をやりたい。おかしいと思ったんだよ。みどりちゃんがカナブンを使うことを誰も咎めないの、おかしいと思ったんだよ。自分たちもこういうことやってっから、もう言えないんだよ。ね、そういうことだよね。くそー、この町、この町腐ってやがる。俺が叩き直してやるかな、お前らのその根性。絶対叩き直してやるかな、クワガタで。明日お嬢で絶対倒すからな、クワガタだけで。一番強いこと教えたかな、クワガタが。この野郎マジで。よし、せっせっせっせよ。タン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 。これ今一回ミスか。ちょこっと間違う。ああ、なかなかやるね。いけるいけるいける。ちょっと一回ミスったけど、もう一回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 。せっせっ。やる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 。せっせっせのよよよい。よし、行ったべ行ったべ行ったべ。どうどう、僕くん、いやー、すっごく早く合格、すっごく早く合格。慣れたもんだぜ。これで全部合格した、もしかして。みっちゃん褒めてや、みっちゃん。せっせっせってやる、褒めてや。やるよ。少し早くしてみよっか。まだ早いのあんの。あ、終わった。これで全部だ。あ、やんなきゃいけなくなっちゃった。じゃあ始めるよ。ちょっとのんびりやってみる。タンバリンの音に合わせて、やったー。してね、
全コースクリアしたぞ。ちょこっと間違ったけど。まさかのミスった。おい。いやー、まあ、こんなところだろ。なあ、僕ちゃん。いや、あるよ。オサムシ、オサムシ。ちょっと赤足も聞いとこ。カウンターとガブリオリ。あー、カウンター。ガブリオリとか持ってんだ。あ、赤足なんかさ、相手食う技なかったっけ。相手を食う技あったよな、確か。食うやつ、あれ強いんだよな。オサムシはみんな試合中にスタミナを回復できるから、うん、生らしぶといな、あれな。戦い方に工夫が必要なんだ。その工夫教えてや。ま、黒カタビロはその中でも倒しやすい方かな。そうな。まだ何か黒カタビロオサムシ。おかしいんだよな、こいつら。てかこいつら虫じゃねえんだよな。カナブンとかオサムシとか絶対モンスターなんだよな。また用があったら話しかけてくれよ。あのダンス、ダンスするのも意味不明だし、ダンスして回復するのも意味不明だぞ。ふざけるなよ、あいつら。おー、強いわー。でもガブリオリ作戦が一番可能性あると思うんだけどな。にしても強い。あ、もう6時になっちゃうね。今日でもやること全部やったかな。虫はおらんかね。新しい虫あんま夕方こっち来ねえから。お腹すいたろ。見つかった。もうご飯だよ。はーい。なんそれ、びっくりした。あ、まだ練習してるんだ、みちゃん。頑張ってんな。上に白し朝の霜。上手にね、なるといいね。いや、もう上手だけどね。あ、ザンギ、ザンギ、ザンギ。いただきます。ちょっと発音わかんないけど。いただきます。あ、唐揚げめっちゃ食いて。やば。唐揚げめっちゃ食いて。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでしたと。リズム取りすぎても。ごちそうさまもリズム取っちゃうぞ俺。ずっとリズム取ってるかな。よし、今日は特に何もなかったね。おばっちゃん、あ、めぐみさんところ夜行けるんか。行けるよね。行かないとね。先にめぐみさんのところに行こうかな。そしたら、はい、行くぞー。めぐみさんのところ行こうぜ。夜の虫もねいるかもしれないしね。ちょいと遠いのよな、めぐみさんのお家は。暗いから匂いが目立つだろう。こい、あ、いるね。おばちゃん。おばちゃん。あ、そういえばさ、全然俺気づかなかったんだけど、なんかコメント見て気づいたんだけど、おばんでーすって最初にめぐみさんが言ったから、だからおばちゃんっつったんだね。だから日記にも自分のことをおばさんと言ったって書いてたんだ。俺全然気づかなかったわ。別に捏造したわけじゃないんだよな、あれな。これは冤罪。これは僕に申し訳ないことをした。へいへい、めぐみちゃん来たよ。今日も来たよ。お姉ちゃんってこんなところに一人で住んでて寂しくないの？周り見たな今な。大丈夫だよ。そうなの？彼氏もたくさんいるよ。そうなんだ。たくさんいるんだ。人間じゃないんだよね。怖、なんか怪物？お化けかな。怖いな。あ、何かを成し遂げて、うん、ご褒美が欲しくなったら、うん、またここにおいで。え、今日成し遂げたよ。でもそうだ、今日俺アルプス成し遂げたんだけどな。ダメかな。ゴム飛びもやったらなんかくれるんかな。彼氏めっちゃいるらしいよ。どうする？婚約者としてちょっと、それはちょっとまずいんじゃないの。さすがに叱っとかねえとな。じゃあね、めぐみさん。もう帰るわ。もう帰るね。バイバイ。忙しいからさ、あんまりかまってやらなくてすまんな、めぐみ。ごめんな、ちょっと忙しいんだよ、仕事がいろいろと。ほい、さあお家帰っておばちゃんとお話ししたりとかしないとならないから。いいよ、こいしょ。ただいま。はい、おばちゃん。やっぱりどうしたい。もうちょっと経営規模を大きくしないと無理があるな。シビアな話になってきたな。おじちゃんにね、うん、もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。牧場はもっと牛とか。大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。僕くんちゃんとアドバイスしてる。約束通り、約束通り。今日の晩御飯のテーマは、うん、なんちゃって親子セット。あ、
ザンギと卵豆腐の親子コンビにアスパラサラダと鮭のトマトコーンを添えました。おい最高の食卓か。ザンギっていうのは北海道の唐揚げのことなんだわ、うん、ねえなんか聞きますよね。揚げる前に特製のタレにたっぷりつけてあるんだ、うん、ちょっと味付けが違うだったりするのかな。大正解でした。パフパフ。いやー唐揚げ食いてーやば。唐揚げ食いてーどうしようやば。おじちゃん。おじちゃんは北海道のどこが気に入ったの？いいかっこだ。空の広さかな。かっこよ。うちの牛舎につばみが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、8月になると南へ帰るんだわ。で、つばめと同じ時期にふらりとやってきて、そのまま居座ってしまったのがこのおじちゃん。つばめだ。つばめおじさん。奥さんのお父さんにこんなこと言われてちょっと照れちゃいますね。お父さん、僕はツバメですか？なかなかないち、飛んでいってくれないけどな。ずっと居座ってやがって。おっちゃん、仲いいね。いいな、こんな関係。めっちゃいいじゃん。おじいちゃんが生まれた頃から、もうここで牛を飼っていたの？いや、昔は畑だけさ。そうなんだ。あと季節になるとニシン漁の手伝いも行ってたさ、昔のニシン漁はすごかったんだ。ニシン魚が取れすぎて網が船に上がらなくなったり船が沈没したりしてたんだ。取りすぎだよ。取りすぎよ。ニシンも昭和30年ぐらい取りすぎたからでしょ。絶対違う。取れなくなっちまった。自業自得でしょ。わかんねえけど詳しいことは。おじいちゃん環境を破壊するんだよ。乱獲しちゃいけない。蝶々も一匹ずつ。デカセニ先もニシン。当時はこの辺の畑の肥料までみんなニシンだったんだわ。肥料なんかにするほど取るからでしょ。いかんでしょそれは。これなんかここにさドアがあるの気になってたんだけど、これ何？トイレか。あトイレ。ドア閉めなさいよ。僕くん。おじちゃん。酒飲んでんのにそこでジョロジョロジョロってなんかやだわ僕くん。あやべえお風呂入ってね。どうしよう。あでも時間ねえわ今日。お風呂入んないわみんな。ごめんちょ今日ごめんお風呂入んないわ。悪いんだけど忙しいから。おい。かわいい。ちょお風呂入る時間ねえないつも。今日だって普通にあれだからな、めぐみさんのとこ行っていつも通りだもんな。いやまあなんでみどりちゃんって勉強好きなの？そんなことないよ。ねえ宿題やってんだから当たり前の勉強だけさ。えら宿題もやらんやつもいるだろう。宿題って毎晩やってるの？本当だよ。もうちょこっとで終わるよ。マジやばすごくない？だってまだ4日だよ。もう俺なんかもう絶対いつも30日にとかにめちゃくちゃやってたわ。よし今日お風呂入れないわ。やばい嫌われちゃうかな。みっちゃんに嫌われちゃうよ。はい、銀ヤンマ、胸のあたりは緑色、お腹の付け根は青っぽい。それが銀の特徴さ。なんかもう相棒みたいな呼び方してんじゃん。大きな目玉で周りをギョロギョロ見ているよ銀。じゃあ今日はこんなところかな。日記書いておやすみなさいしましょう。天気予報が流れてるね。はいはい、とみどりちゃんが歌の練習をしてたんだ。僕も一緒に歌いたいけど音痴がバレたら恥ずかしい。なんか人の歌にケチつけといて。僕も音痴なの。なんてやつだ。いやでもみどりちゃんねちょこちょこ練習してんのかな。ちょこちょこ見に来て聞きたいですね。上手になっていくのかね。合唱コンクールうまくいくといいけどね。はいよーし。いやーしかしなんか今作は虫相撲がね強いわ。敵がめっちゃ強いね。でも今日お嬢が17勝ぐらいしたからちょっとこのままどんどん勝ち進んで強くしていきたいな。明日もね。よしした。っけまた明日遊ぼうぜ。バイバーイ。おやすみー。
8月4日日曜、天気晴れ。今朝吉本牧場に新たな仲間が加わった。ツバメのヒナが5羽。絶対に守ってみせような、僕くん。夕方にはみどりちゃんが合唱の練習をしてたな。うちの地元は中学で毎年合唱コンクールがあったっけ。俺は練習が楽しかったから周りの男子がなんで真面目にやらないのか不思議だったけど、今日のハヤトの様子を見たらなんとなく分かっちゃったかな。その後、今日こそカナブンを倒そうと虫相撲をしていたら、またしても事件が。なんとあの頼れるお兄ちゃんだと思ってたレイ君が卑怯にもなんかわけのわからん虫を出してきたのだ。というかあの動きと技はもはや虫じゃなくてモンスターだ。それならこっちも正々堂々同じモンスターで戦わねばなるまい。出すのはもちろんこいつ、ツバメ、君に決めた。